さあアフタートークでございます。今夜のゲストは広島ドラゴンフライズ浅山選手そして坂田選手です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。率直に、感想いかがだったでしょうか浅山さん。はい、すごく楽しめました。本当ですか。はい、坂田さんはいやもう、はい、心に響きました。本当ですか。先ほどね、ディレクターの質問に対してまず浅山さんが答えられてさっき全く同じことを一つ言いましたけどそうですね、なんか全て僕の言いたいことを、はい、取られちゃうんですよ先に喋、はい、られて。先ほどからお二人のこの関係性みたいなところも見てたんですけども言ってもまあこの年齢差はあるじゃないですか。だけどこのそこを感じさせないそのなんていうんですかねこのもう本当に舐め切ってますよね。現代っ子。はい、もうなるほど。いやいやそんな僕今朝さんって僕のこと言ってましたけど、はい、なんか朝ちゃんみたいな感じですからね、はい、めちゃめちゃ古いプロデューサーみたいな朝ちゃん一応ね大先輩ですからね、はい、大先輩じゃないですか、はい、めちゃくちゃ尊敬してます。尊敬はしてでもその語彙を知らないんじゃねえかっていう疑いもありましたけども坂田さんしか知らないこう浅山さんの一面みたいなのがあればぜひ。そうですね、いや、まあ、はい、なんか可愛いですこれは舐めてますね。でしょ。でしょ。そうなんですよ。尊敬じゃないです。可愛いってなかなか、はいうんうん。例えばどういったとこ可愛いんですか。なんか、うん、スイーツが好きだったり。ああ、可愛いですね。クワガタ取りって。ええー、可愛い、はい。そういうとこはもう。これは可愛いですね。はい、確かに。これスイーツ好きはこれ間違いないです。間違いないです。はい。でクワガタ。はい、大好きです。いやもう本当に僕が広島が今大好きな理由の一つがやっぱそこっていうのもあります。クワガタ。はい。ある人から、その情報をいただいて、行ったところ、もうアンサーが取れたんですよ。そこからハマるように。なのでバスケのシーズンよりも僕にとっては、今のこの夏のシーズンの方がちょっと大事な時期でございます。坂田さん、確かに可愛いですね。そうなんですね。はい、育ててるんで、一方、坂田さんが小さい頃は野球をやられていたと。これはポジションとかはどう？僕はキャッチャーを。ああ、はい。やっぱ当時から大きかったんですか？そうですね、はい、大きくて。僕も実は少しやってたんですよ、野球を。野球を、はい、これじゃああまり知られてない情報ですね。まあそうですね、意外にもお二人に野球の接点があったっていうね浅山さん当時好きだった選手とか。僕は駒田ですね。あ、出ました駒田さん、はい、巨人の55番、はい、もう昔太陽に、はい、あ、いました、はい、いました。そうなんですよ。なぜかヘルメットかぶって守備守ってましたよね、はい、あれなんで一塁の方から駒田くんってやじられて、はい、そことの喧嘩が一時話題になったりしましたけど、どういったところが好きだったの？子供の頃、すごいなんかあれだけ活躍されたスター性のある選手ながらに、はい、すごくなんかこうファンの人たちに愛着のあるなんか姿が、ね、なんかすごい子供の頃から好きでした。なんか坂田さんは井川さんでいいですか？あ、そうですね、僕は、はい、井川圭投手のどんなところが？いや、僕はもう本当雰囲気が好きで、ちょっとひょうひょうとした感じとかってちょっと似てません？本当ですか。なんかその井川選手もちょっとバウンドでこうずぶとさだったり持ってますけど、バウンドですよね。でもバウンドですよね、あの井川選手はね。そうかそうか、はい、坂田選手の場合は試合プライベートですからあくまでも、はい、まあそんな野球にゆかりがあるお二人ですけども、はい、この何もゆかりがなかったこの広島の地にこう来てね、そして広島の方々にこう熱い声援を送られる立場になって、いやもういつもすごい本当熱心に応援していただいて、本当もう苦しい時でもすごい熱い応援していただいてるので、そういうところはもう本当助かってます。広島人でそういうとこ熱いですからね、そうですね、本当にバスケットの未来にすごく大きな可能性を感じますし、まあ本当にカーフさんのようにああいった盛り上がりを見せられる、はい、球団に育っていけたらなと思います。メッセージを最後にいただきたいと思うんですけど、じゃあまず坂田選手が最初からいきます僕はこれからずぶとくしっかり頑張っていくのでそんな姿を会場に足を運んで見に来てください。お願いします。これから、バスケットシーズンになりますし、今シーズンも僕たち広島ドラゴンフライズはきっと皆さんに感動してもらえるようなバスケットがお見せできると思います。ぜひ会場に足を運んで精一杯のご声援を送ってください。よろしくお願いします。
ということで本日のゲストは、広島ドラゴンフライズ浅山さん、そして坂田さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、大丈夫です。なんか言い忘れたこととか。いや、大丈夫です。彼女募集中ですとか。あれ、大丈夫。ごめん、危ないです。危ないです。危ないから、そうだよ。危ない、やめとこう。危ないから。